チャレンジベースラーニングという新しいスタイルの学習なんですね。課題解決学習だとか問題解決学習とかいろんな言葉で言いますけども、これは昔から脈絡とつながっている、もう非常に日本特有の独特ある教育形態、学習形態ではあるわけです。発端となったのが、その例えばジョン・デューイなんていうような教育哲学者のああいった経験主義的なものの考え方、それが大正デモクラシーの頃にぐっと日本にも影響して入ってきて、それを具現化したのが一つのそういう形なんですけど、大学時代の時に教育学を勉強した時に、こういう学習形態をふとしたことから耳にしたとか目にしたんです。でそれでぐっとのめり込んで、で教員になったらこういう学習を子どもたちにさせたいっていうのは常に夢があって、でそれを小学校の教員に入ったとなった時にやり始めたんです。大正期の頃から脈絡とつながっているもののそのスタイルなんですけど、一点大きく違うのはテクノロジーをフルに使うってことなんです。でコンピューターを使うことで、テクノロジーを使うことでもっと幅広深いものができるっていうのがまた再発見、それでまた5年ぐらい前にのめり込んだんです。なんでそのグローバルが必要かっていうと、例えばクリティカルシンキングっていう時に物事をそのこっちの方向から見るんじゃなくて、こっちの方向から見たりあっちの方向から見たりすることが一番大切なんだけども、そんなことは自分の学校の中でやってたり、あるいは自分の地域なんかでやってた時にはそんなことは絶対にそんな視点は得られない。よっぽどのその頭のいい先生がうまく生徒たちを導いていかない限りは、もう常に一方的なものでしか物事は見られない。で一つ容易になし得るのはやっぱりグローバルコミュニケーション、グローバルコラボレーション、要するにああいった10代の若い時点からそういうことをじっくり味わわせて、物事を多角的に見るっていうか多方面から見れて、そして分析して、そしてそれなりの解決策なり何かに導くことでしてもって、そしてそれをさらに実践するっていうですね、実践ということが大切なんだけど、でそれもだから自分の国とか地域とか学校内とかっていうそんな狭いものの見方じゃなくて、もっと広く見ていこうっていうところ、とにかく視点を広げるってことです。本当のコミュニケーションっていうのは何かというと、こうやって議論することなわけですよ。あんな要するに英語で言えばスモールトークみたいなことのコミュニケーションとは言わない。でこういうのを使ったから教室内のコミュニケーションが、ね、広がりました、でそういう力がつきましたというのは全くノースであって、そんなことは全く話になってないレベルだ。でそこら辺は大人だって苦労するんです。子供なんかになるともうなおさらもう面と向かってこういうデバイス使って話したって、 E メールのやり取りしたって、何したって結局わからないっていうか、はっきりしないモヤモヤの部分があって、それをどういうふうに砕いていくか、突き抜けていくかっていう部分が本当のコミュニケーションになって、日本の生徒さんたちなんかはすごくそこら辺を必死にやってた、うん、これは多分あの子たちが教科として英語を習って学習してきてる中で初めて本当に道具として使うことに、チャレンジした部分じゃないかと思うんですね。乗り越えることができたグループと途中空中分解しちゃったんですが、当然あるわけで失敗するっていうことも大事なこと でなんで失敗しちゃったんだろうっていうことを考えてね、でじゃあこういうことをじゃあ今度から気をつけようかなっていうことが分かることができれば、それはそれで成功だな。